UEFA チャンピオンズリーグ2006から07は52回目の UEFA チャンピオンズリーグである。リヒテンシュタイン、アンドラ、サンマリノを除く49の国と地域から74クラブが参加。2007年5月23日にギリシャアテネのオリンピックスタジアムで決勝戦が行われ、イスタンブールの奇跡以来の顔合わせとなったミランが リバプール鬼の1で下して4年ぶり7度目の優勝を達成した。2005年の UEFA ランキングで28位以下に、該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブが、ホームアウェイ方式で対戦。2試合の合計得点が多いクラブが2回戦に進出する。組み合わせ抽選会は6月23日、第1戦は7月11.12日に、 第2戦は7月18.19日に実施。1回戦を通過したクラブのほか、以下のクラブが新たに加わり、ホームアウェイ方式で対戦する。組み合わせ抽選会は6月23日、第1戦は7月25.26日、第2戦は8月1.2日に実施。2回戦を通過したクラブのほか、以下のクラブが新たに加わり、 ホームアウェイ方式で対戦する。組み合わせ抽選会は7月28日、第1戦は8月8.9日、第2戦は8月22.23日に実施。3回戦を通過したクラブのほか、以下のクラブが新たに加わる。組み合わせ抽選会は8月24日に、第1戦は9月12日13日に、第2戦は9月26日27日。 第3戦は10月17日18日、第4戦は10月31日11月1日、第5戦は11月21日22日、最終戦は12月5日6日を予定。勝ち点が、同じクラブが出た場合の順位の付け方は、以下の順に順位が付けられる。該当クラブ同士の直接対決における、総得点該当クラブ同士の直接対決における、 アウェイゴール数全試合の特失点差グループリーグにおける総得点 UEFA ランキングの上位の国と地域決勝トーナメント1回戦に進出クラブはふとじ UEFA カップ3回戦に進出クラブはふとャジ敗退クラブはシャジで表記バルセロナ対ブレーメンアーセナルとポルトは直接対決の成績によりアーセナルが上位 1> 第1戦が2007年2月20日と21日、第2戦が3月6日、7日に実施。チーム1に記載されたクラブが、第1戦のホームゲームになる。は、アウェーゴール方式による勝ち抜けを示す。は、延長戦による勝ち抜けを示す。第1戦が2007年4月3日と4日、第2戦が4月10日と11日に開催。チーム1に記載されたクラブが、 第一戦のホームゲーム。第一戦が2007年4月24日と25日。第二戦が5月1日と2日に開催。チーム1に記載されたクラブが、第一戦のホームゲーム。決勝は2007年5月23日に、アテネのアテネオリンピックスタジアムで行われた。ミラン V リバプール、イタリアセリエ A の出場クラブについては、2005から06。 シーズンに起こった不正問題の処分により、最終順位が変更されたため、当初から変更になった。2、ファイナルズ。UEFA チャンピオンズリーグスタティスティックス、ハンドブック2016-17-24、スイーツランド、ユニオン・オブ・ヨーロピアン・フットボール・アッシャンズ。 http://www.uefa.comslashmul.timediafil.eslashdownloadslashedu.org.experiance slashpublicationslash02slash28slash56slash89slash2285 6 8 9ダウンロード。PDF2017 年4月22日閲覧。ファンデル2ーキープオーダーインアテネ。UEFA.com。httpww.uifa.com。u e f a チャンピオンスリーグニュースニューザドイコール54万619。HTML2011 年9月12日閲覧。ありがとうございます。